孫京王は、韓国のサッカー選手。プレミアリーグ、トッテナムホットスパー FC 所属。ポジションはフォワード。韓国代表。UEFA チャンピオンズリーグとプレミアリーグのアジア人最多得点記録保持者であり、アジア人男子選手としては初めて、プレミアリーグの PFA 年間ベストイレブンに選出された選手である。父親は、 K リーガーや U-23 サッカー、韓国代表としての経験もあるソン・ウンジョンである。孫教は小学校と中学校では、サッカー部に所属せず、父から直接指導を受けるという韓国では、珍しい経歴を持っていた。父のウンジョンは、韓国では、主流の結果重視の指導とは異なり、試合の勝敗にはこだわらずに、パスや、 ドリブルなどの基本的な動きを集中的に身につけさせる指導を行っていた。2008年東北高等学校在学中夏にクファが主導で行っている優秀選手海外留学プログラムの第6期生として僅差とし今週必ずとともにハンブルガースフマイナス17チームに加入。中心選手としてリーグ前15試合に出場し9得点を挙げた。 さらに活躍が評価され、翌年の5月9日には一つ上のカテゴリーである U-19 チームでリーグ戦に途中出場した。シーズン終了後に一旦帰国し、母校である東北高校に戻った。2010年1月、ハンブルガー SV へ正式に移籍した。なお、契約期間は4年で、移籍後はトップチームではなく、 U-21 マイナスチームのメンバーとして出場し、国内カップ戦で活躍した。このシーズンは U-19 マイナスのリーグ戦で11試合に出場し6得点を挙げ、4部リーグに所属する、セカンドチームでは6試合得点の成績を残した。2010から11シーズンのプレシーズンマッチでは9ゴールを記録したが、開幕前のチェルシーとの試合で左足指を、 骨折して、手術を受け、開幕を待たずにチームを離脱した。2010年10月30日の1、FC ケルン戦にて初出場、初スタメン、初ゴールを記録した。ブンデスリーガ公式サイトにて前半戦最も良い、デビューを果たした選手に選出され、また、フィファ公式サイトの10代の有望選手の23人中の一人として、名を連ねた。 2012から13シーズンは、先発に定着し、リーグ戦33試合出場で12得点を挙げた。レバー空前時代のソン・フンミン2013年6月13日、チェルシー FC に移籍したアンドレ・シュールレの代役として、バイエル・レバー空前への移籍が決定した。レバー空前で2年連続の2桁ゴールを記録、ブンデスリーガでは3年連続2桁ゴールを記録した。 2015から16シーズン2015年8月28日5年契約でイングランドのトッテナムホットスパーへ移籍した背番号は7番移籍金は中田秀俊がローマからパルマへ移籍した際のものを抜きアジア人歴代最高額となる3000万ユーロ9月17日の UEFA ヨーロッパリーグカラバフ FK との試合でクラブ初ゴールを含む2ゴールを 記録した。9月20日のクリスタルパレス戦で、プレミアリーグ初ゴールを記録した。2016から17シーズン昨シーズン工学の移籍金で移籍してきたものの、途中出場やベンチが多く、シーズン前には遺跡の話があったが、2016から17シーズンが始まると9月には、ストーク戦で2ゴールを記録するなど、 プレミアリーグ月間最優秀選手に選出された。3月12日、FA カップのミルオール戦では、ハットトリックを達成した。4月9日のワトフォード戦では2得点を挙げた。4月には、初のプレミアリーグでの2桁ゴールを記録すると同時に、自身2度目の受賞となる、プレミアリーグ月間最優秀選手に選出された。トッテナムの選手では、 歴代7人目のプレミアリーグ月間、最優秀選手の複数回受賞者となった。5月18日、延期されていた第34節のレスター戦では2ゴールを決め、リーグ戦、カップ戦などを合わせて、シーズン21ゴールを達成した。2017から18シーズン9月13日、ボルシアドルトムントとの対戦でシーズン初ゴールを決め、 3から1での勝利に貢献。リーグ戦では10月22日にウェンブリーで行われたリバプール FC との対戦でケインのアシストからシーズン初ゴールを決め勝利に貢献した。11月5日のクリスタルパレス戦においては2を決め勝利の立役者となった。12月9日のストークシティ戦では1ゴール1、アシストの活躍で5から1での勝利に貢献。 スカイスポーツ選出の同時 IMVP に選ばれた。12月13日のブライトン戦でもゴールを決め、2から0での勝利をもたらした。12月26日のサウサンプトンとの対戦でも、スパーズの4点目を決め、5から2での勝利に貢献した。3月4日のハダースフィールド戦で2ゴールを決め勝利に貢献。プレミアリーグで2年連続2桁得点を達成した。 2017年の AFC アジア年間国際最優秀選手に選出。2015年に続く2回目の選出により、同賞設立後、初の複数回受賞者となった。2018から19シーズンアジア大会への参加のためで遅れたものの、11月24日のリーグ13節、チェルシー戦にて、シーズン初ゴールを決めた。 12月にはエバートン FC 戦と AFC、ボーンマス戦で共に2ゴールを記録するなど復調し、さらに上述のチェルシー戦で決めたゴールが、プレミアリーグ11月の最優秀ゴールに選ばれた。4月3日に行われた、クリスタルパレス FC とのリーグ戦では、55分に、トッテナムの新スタジアムである、トッテナムホットスパースタジアムでの第1号ゴールを、決めた。 さらに UEFA チャンピオンズリーグのラウンド16、準々決勝、マンチェスターシティ FC 戦のファーストレグでは78分に、先制点を挙げて、新スタジアムの CL ファーストゴールを記録し、これが決勝点となった。さらにセカンドレグでは2ゴールを決めて、トッテナムのクラブ史上初となる、チャンピオンズリーグベスト4人入りに大きく貢献した。 その後チームは決勝まで勝ち進み、リバプールとの決勝戦でも先発出場、同胞のパクチソンに次ぐアジアで史上二人目の CL 決勝戦に出場した選手となったが0から2で準優勝となった。3月、ロンドン年間最優秀選手賞を受賞した。5月4日のプレミアリーグ AFC ボーンマス戦では前半終了間際に、 ジェフェルソン・レルマとの競り合いで月光レルマを突き飛ばし、自身二度目の退場処分を受けた。シーズン終了後、クラブ年間最優秀選手賞、ジュニア世代選出クラブ年間最優秀選手賞、サポーター選出クラブ年間最優秀選手賞の個人賞3つを獲得し、さらに前述のチェルシー戦で決めた独走ゴールが年間、最優秀ゴールに選ばれ、 クラブ個人賞を独占しての4冠を達成した。2019から20シーズン前述のボーンマス戦でのレッドカードにより開幕2節は出場停止。9月14日のリーグ第5節クリスタルパレス戦でシーズン初ゴールを含む2ゴールを記録した。10月21日、2019年バロンドールの30人の候補リストに選ばれた。11月3日、 リーグ11節エバートン FC 戦で、アンドレ・ゴメスに対して背後からスライディングいった。倒された、ゴメスの右足は、不自然な方向に曲がり、右足の脱臼骨折として、最終的に3ヶ月の長期離脱となった。主審はンに対し一度は、イエローカードを提示したものの、VAR の助言により判定が覆り、レッドカードを受けた場となった。 このプレーで3試合の出場停止を受けたが、トッテナムが FA に対して処分を取り消すよう抗議をした結果、11月5日にレッドカードが取り消された。事故の3日後、4から0で勝利した CL グループステージレッドスターベオグラード戦でゴールを決めた後にはゴールを祝福することはせずにカメラに向かってグディソンパークで起こったことへの謝罪の意を示した。 2月22日のチェルシー戦で、アントニオ・リュディガーとの接触で転んだ際に、リュディガーの脇腹を恋に蹴り上げ、報復行為による、レッドカードを受けて一発退場となった。11月23日、2から3で勝利した、ウエストハム戦で1ゴール目を決めたが、このゴールは、ジョゼモーリー・ニオが、トッテナムの監督に就任してから、初めてのゴールとなった。 12月7日の後から0で勝利したバーンリー FC 戦で自陣深くから相手選手7人をかわしてゴールを決めた。この得点は試合後にモーリーニョからロナウドと掛け合わせてソナウド・ナザーリオと称賛され2020年1月には12月のプレミアリーグ最優秀ゴールシーズン終了後にはプレミアリーグ年間最優秀ゴールに選ばれ さらに12月には2020年のフィファプスカ首相にも選ばれた。2月16日、ビラパークで2ゴールを決め2から3での勝利に大きく貢献した。また、この2得点によって、プレミアリーグ通算51ゴールとなり、初めて50ゴールを記録したアジア人選手となった。試合には、フル出場した一方で、キックオフからわずか31秒で右腕を骨折しており、 この怪我の影響で数週間の離脱となった。新型コロナウイルスの世界的拡大の影響によるリーグ戦中断期間中に一時帰国し、兵役任務を消化。7月12日のアーセナル戦で1ゴール1アシストを決め、アジア人としては、プレミアリーグで1シーズンに10ゴール10アシストを記録した初の選手となった。シーズン終了後、 前エンドと同じクラブ個人賞3つすべてを再び獲得し、前述したバーンリー戦のゴールが、クラブ年間最優秀ゴールに選ばれ、2期連続のクラブ個人賞4冠を達成した。2020から21シーズン9月20日、リーグ第2節のサウサンプトン戦では自身、プレミアリーグ初のハットトリックを含む4ゴールを決める、活躍を見せ、5から2の勝利に貢献した。 なおアシストはすべてハリー・ケインが記録し、ソンはリーグ史上初めて同一選手の4アシストから4ゴールを記録した選手となった。また、プレミアリーグにおけるアジア人選手のハットトリックは2013年の香川、新時以来である。10月のリーグ戦3試合では、オールドトラフフォードでの2ゴール1アシストを含む4ゴール、2アシストを記録し、自身3度目となる。 プレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞した。2021年3月7日、リーグ27節クリスタルパレス戦で、ハリー・ケインの得点をアシストし、同選手とのコンビネーションによるゴールは、シーズン14点目を記録した。これは94から95シーズンの A シアラーと、シーサットンによる13点を更新し、リーグ史上最多である。 4月21日、ジョゼモーリーニョ監督の解任を受けて、暫定監督に就任したライアン・メイソンの初戦となる29節サウサンプトン戦では、PK による決勝ゴールを決めた。最終的にリーグ戦では37試合に出場、17得点10アシストを記録し、シーズン終了後には、自身初、及びアジア人男子初となる、 プレミアリーグ PF 年間ベスト11に選出された。2009年にナイジェリアで開催された FIFAU-17 ワールドカップではチームトップの3ゴールを記録し韓国代表のベスト8に貢献した。2010年12月30日のシリアとの親善試合で代表デビューをした。2014FIFA ワールドカップで韓国代表として3試合に出場し、 アルジェリア戦で得点した。大韓サッカー協会は2014年のが河アジア大会に孫を出場させる意向であったが、レバー,クーゼンは孫の出場を許可しなかった。2015年9月3日の 2018FIFA フフワールドカップ予選のラオス戦で代表では初となるハットトリックを達成した。2016年8月、2016年、 リオデジャネイロオリンピックに韓国代表として出場したが、チームは準々決勝のホンジュラス戦で敗退したため、銅メダル以上で与えられる、兵役免除の機会を逃した。2018FIFA フフワールドカップで韓国代表として3試合に出場し、メキシコ戦、ドイツ戦と2試合で得点を記録した。2018年アジア競技大会男子サッカーに出場し、 韓国代表の優勝により兵役免除の恩典を受ける。2019年 AFC アジアカップでは自身も得点に終わりチームも準々決勝でカタールに0の1で敗れ敗退した。ありがとうございます。